本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は大分県の日田市でのランチと秘湯の温泉をお届けいたします。最後の方で懐かしい家具や調度品、おしゃれなアイテムも紹介いたします。どうぞ最後までお楽しみください。進撃の巨人のリヴァイ像が飾られてある大分県の日田駅にやってきました。こちらの3名の像は奥日田の大山ダムに設置されています。よかったら行かれてみてくださいね。本日は駅前の宝屋本店さんでランチをいただきます。昭和5年創業の老舗の食堂とのこと。先ほどまで満席状態でしたが、ランチタイムを過ぎたら落ち着きました。看板に日田老舗の味と書いてある名物のちゃんぽんをいただきます。ちゃんぽんにはうるさいなおが今回いただけるのを楽しみにしていました。やはりお野菜がたくさん入っていてボリュームがありますね。お出汁もしっかりしています。そして私は日田といえば日田焼きそば。こちらも結構ボリュームがあります。濃いめのソースが美味しいです。コロッケがおすすめでこちらもお願いしました。名前の通り大きいですね。外側はサクサクカリッとしていますが、中はとろっとふわふわで柔らかいです。これは美味しいですね。食事の後は温泉へ向かう道中、美味しいスイーツを求めて途中下車。シュークリームを購入しました。国道212号線から左に入り込み、大山川沿いの道を進んでいきます。到着しました。建物も古民家風で佇まいに風情がありますね。楽しみです。こちらは全部で24室の貸し切り風呂のみの施設になります。本日のお風呂は18のお部屋です。大人1人が1人入れるほどの浴槽が2つ備えてあります。入浴料は券売機で、実は土曜日で2200円でした。ではではお邪魔いたします。脱衣室は3、4人ほどでもゆったりとした広さ。シンプルですが装飾品にこだわりが感じられます。長椅子に洗面台、ドライヤー、扇風機は設置。浴槽に栓をして受付でいただいたコインを
ゆはりのコイン投入口に入れると、勢いよく新鮮なお湯が投入されます。湯張りが完了しました。この時が一番楽しみな時間です。リンスインシャンプーとボディーソープは備わっています。泉質はナトリウム塩化物硫酸塩泉。切り傷や皮膚乾燥に加え、ストレスや冷え性などに効果が期待できる今の季節にぴったりな温泉ですね。こちらは内湯ですが、窓が大きく、開けるとかなりの開放感。鳥の声と用途にも癒されました。お湯が減った時にはセンサーで熱いお湯が自動的に投入されます。同様に温度が下がった時にも少しお湯を抜くと新鮮なお湯が出てきますが、線の改変にはご注意くださいね。一つ贅沢な時間です。湯触りはとろっとして柔らかい感じです。天井も高く開放感がありますね。昔のガラス窓、趣もあって雰囲気最高です。ありがとうございました。ではでは、泉温と pH 値を見てみたいと思います。輸出口の温度は 42.6 度ですね。お次は pH 値。さてさて、8から9の間でした。昔ガラスやコンセントカバー、昔風の脱衣カゴ、インテリアや調度品などにこだわりがあり、女子には嬉しい可愛らしさです。施設内の至る所にも昔のインテリアなどしつらえてあり、手作りの小物や雑貨なども販売されていました。情緒あふれる素敵な時間を過ごさせていただきました。さすが天領飛騨、昔のお雛様が飾られています。こちらは休憩室ですね。広々としていてくつろげそうです。大きな梁にゆったりした空間、温泉だけでなく懐かしさあふれる時間にも癒されました。最後までご視聴いただきありがとうございました。
ろしければ励みになりますので、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。